競輪鬼越レース大賞。今回取り上げる選手はこの方、オランダ出身、 S 級日本で長年活躍したテオ・ボス選手でございます。さあ、過去にもですね、このコーナーで外国人の選手出てきましたね。はい、はい、出ました、出ました。まあ、海外選手が来るとむちゃくちゃ強いんですよ。なるほど。まあ、前も見てもらったら分かるように、はいはい、ズバ抜けで足の力が違うので、今回もちょっとその VTR をご用意してますので、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね、皆さんもご存知、3番車ご覧ください。林雄一さん。林さん、林さん、林さん、林役でね、今頑張ってますけども、しかもテオボス選手、7番車の番手についてます。前もオーラも中段の中井もボスの動きを見ています。しかもオランダでまだ誘導員残った状況で、2番のオーラが先頭の位置、少し車間を切っています。9番長井大輔、3番手、6番手にいた8番の坂本周一、切り替えていきまして、7番のテオボスはこれで7番手になっています。ボスは7番手、おっと4番の渡辺正光まで切り替えました。はい、今8番手です。ボスは8番手になりました。で、残りそのまま2番の小原、ここからが1周ですね。最終周回、林さんついてますね。こっからご覧ください。鬼まくりまで3、2、1。最終周回、さあ7番車をご覧ください。7番車がこちら、踏み上げていきます。外目を回って、テオボスです。さあ、林選手もしっかり追走頑張ってます。ただ徐々に徐々に引き離される。見てください、7番のテオボスが難なく回りました。林修一さんももう追いしていません。中井大輔、これを懸命に追っていく。7番車テオボス選手、オランダ、ちなみにオリンピックでは銀メダル1回、世界選手権では金メダル5回の実績を持っております。そして5番の岡見剛、もう一度ご覧ください。ここからの鬼まくりを、林さんも頑張ってますけど ね、追走できれば2着は硬いんですが、ただやっぱりそうなんです、林さん諦めましたね。ここは厳しいんですよ。先週5万取ったからいいでしょう。十分でしょう。何点後の話これの4コーナーから直線です。8番手南野園、ロースが1着で入線です。素晴らしい。やっぱ S 級準決勝であの走りをされると、すごいっすね。ただはね、2019年の12月24日に、引退されております。ああ、そうなんですね。はい、そうなんです。では今回紹介したテオ・ボス選手の鬼まくりレース、鬼興奮度はいくつですか？鬼4つです。素晴らしい、はい、うん、一応 M1 方式で、あとの人がまだいるから100点は出せないってやってるんです、はい、もう困ります。そんな鬼まくりする選手も、はい、この世にはなかなか現れてない、はい